はい、皆さんこんにちは。はじめましての人ははじめまして、いつも見てくださる方はありがとうございます。はい、飛行機の機長と副操縦士は食事をとる際同じものを食べてはいけない、でおなじみのテリオンアンダーテイル実況動画第15回、お化け。はい、ということで、今回もですね、一緒に楽しく冒険していきましょう。はい、でね、ちなみにね、一緒のものを食べちゃいけないっていう理由は、食中毒などが発生した際に2人とも操縦できない状態になることを避けるためだそうです。はい、じゃあね、今お化けのところね、家に来たんですけど、これね、ブルーク牧場、ブルークさんですかね、お化けのブルークさんのとこにの牧場にはもう行きました。で、ホットランドが東にあるので、ちょっとね、東に行きたいんですけど、ちょっと先にね、こっちの向こう岸へ運んでけるらしい。お願いする、渡る、やめる。もうここまで来たのに向こう岸には行きたくないですよね。うん、じゃあね、ホットランド行ってみましょう。ん、これがホットランド。とりあえずどこでも、いや、異次元ボックスね。ああ、もうアイテムがないね。おもちゃのナイフは欲しいから、パンチカードを預けて、まあ、宇宙食、バンダナね、バンダナはね、うん、もしものために持ってるだけなんでね。まあ、おもちゃのナイフもね、持っときたいから、そうだね、あれ3回当てないとね、いいダメージが出ないからね。ちょっと待ってくださいね。いえ。バレーシューズはね、7でしょ？おもちゃのナイフが3だもんね。まあでもこっちね、確実に当たるからね、おもちゃのナイフ。まあ、どうしような。まあ、バレーシューズ戻しましょう。はい、じゃあ、上と左と、下？まあ、ちょっと上行ってみましょう。そこの若いの、ガラクタばかりじゃが買っていかんかね。これがね、亀仙人、亀仙人って言っていいんですかね。聞きたいことがあるのかね。あなたは誰？わしはもう随分長生きしてきた。ちょっと長生きしすぎたかもしれん。まあ、亀は万年、鶴は千年ってことですか？ま、歴史の研究には都合がいいがの、何しろほとんどこの目で見てきたんじゃからな。はははは。ああ、それはいいね。紋章について。おや、お前さん、あれがなんだか知らんのかい？まったく近頃じゃそんなことも学校で習わんのかね。ははは。あれは、デルタルーンというてな、この王国の紋章じゃよ。我々モンスターの王国のな。わはは、しゃれた名前だろう。わしがいつも言うとるように、我らがフワリン王のネーミングセンスは全くいけとらんからな。紋章の意味。あの紋章は歴史の記録が始まる前からあったものでな、もともとどんな意味が込められていたかはよくわからん。唯一分かっとるのは、三つの三角形は地下に住む我々モンスターを表し、その上の羽の生えた円は、それ以外の何かを表すということだけじゃ。羽付きの円は予言に語られる天使じゃという説が有力じゃがの、予言。ああ、あの予言のことか。地上を見し天使が舞い降り我らを解き放った。天使？私のことですか？という伝説じゃよ。じゃが最近は、物騒な解釈をする連中も多くてな。あの翼のついた円は死の天使なのじゃと。ああ、怖いね。破壊をもたらす者が我らをこの世から解き放つという意味だ、というんじゃ。わしがあの丸い印を見て思うのは、なかなか洒落たデザインじゃということだけじゃがの。わっはっは。そのね、亀じいちゃんの隣にあるね、あの、紋章のことでしょうね。じゃあ王様について聞いてみようかな。フワリン王かね、お気楽で気のいい男じゃよ。この国をあちこち旅しておれば、そのうちで食わすじゃろ。王はあちこち訪問して民と話すのが好きなんじゃ。あ、なんでわしがドリーマーのやつをフワリンと呼ぶかじゃと。これがまた傑作でな。
はてなんじゃったかな。ま、しばらく経ってからまた来てくれ。それまでに思い出すじゃろ。アンダイン。アンダインかね。確かにあの子は心じゃちょっとしたヒーローじゃな。僕その精神と決意一つでロイヤルガルントップに上り詰めた。そういえばついさっきここへ来てお前さんによく似たやつを探していると言うておった。くれぐれも気をつけることじゃな。ついでにあいつでも買うといい。命綱になるかもしれんぞ。はっはぁ。盛大なフラグを立てていくね。はい、じゃあ買うよ。回復18、普通のリンゴ、富士リンゴ、ビチャビチャ、バトル中スピードアップ、曇ったメガネ、あー無敵時間、無敵時間、あー破れたノート、マイナス5アタック、無敵時間延長、まあ今はいらないかな。うん、じゃあね、またね。はい、じゃあお店ね、行ったということで下行こうかな。あ、川、なんか誰か出てくる？誰も出てこないね。はい、じゃあ先進みます。完膚なきまでに打ちのめされた我々は根絶やしにされることを恐れ人間たちに降伏した。そして巨大な力を持つ7人の人間の魔術師がその魔力で我々を地底の世界に封印した。7人の魔術師、封印の中に入ることはたやすい。しかし外へ出ることができるのは強き魂を持つ者のみ。この封印を破る方法はただ一つ。7人の人間の魂に匹敵する巨大な力で打てばバリアは崩壊する。このエコーフラワーさんは食べれないんだね。しかしこの呪われた地には入り口も出口も存在しない。したがって人間が現れることもない。我々モンスターは永遠に地底に閉じ込められる運命なのだ。そんなところに人間として現れちゃったわけね。それはみんな狙うよね。何これ、おお道ができた。わあ、もうこれなんかね、ファイナルファンタジーとかでね、ラストダンジョンとかに、ね、こういうねクリスタルのダンジョンとかね、こんな感じとかありますよね。何、道がない。これは隠しボステミーが現れた。これは手強い隠しボス。じゃあテミーちゃん、テミーフレークスを食べさせる、ポーズを取る、話そう、テミーに挨拶した。はい、あちしテミーだ。これもしかして、あれかな、何やったっけ、お風呂のなんかチューチューかなんか探してる子かな。話す、テミーに挨拶をした。はい、あちしテミーだ。早い。あれ、そんなにダメージ受けない。テミーフレークスの匂いがする。じゃあテミーフレークスを食べさせる。テミーが食べたいのはテミーフレークスのみ。いやー、ペコハラパターン。わ、一昔前にこういうゲーム流行りましたね。あ、戻ってきた。わーでもテミーフレークス持ってないからね。テミーがこちらに駆け寄って勢いよくガバッチョしてきた。まあでもね、テミーちゃんボスって言うから、わはやっちゃったよ。テミーちゃんやっちゃった。道間違えたのかな。しまったな、テミーちゃん。仲良くできたかもしれないのにね。あ、これを消して、なるほど。あれ、あ、違うか。明かりは、明かりがつくだけか。あ、じゃああれ、あれとね、上のやつと下のやつと両方ともついてないと先に行けないんだね。上下がついたらここはいけると。で、おっと、またテミーか。ああ、チビカビか。まあチビカビはね、もう多分もう相手にならないから。わ、めっちゃ強い。はい、じゃあ佇んでるチビカビさんも、はい、あら、
一発じゃなかったね、ちびかみさん。おっと、見るからに衰えている。まあ衰えたちびかみさんはこれでさよならということで、お金ねいっぱいもらっとかないとね、いざという時にね、耐えられないのよね。ここがね、こっから先に行けないんですよね。これね、どっかに道があるんじゃないかな。あった道が。テミー、あ、テミーやってしまったな、さっき。こんにちは、テミー村。テミー村。ほい、テミーだ。隣は友達のテミーだ。ほい、テミーだ。隣は友達のテミーだ。みんな同じことかな？友達もよろ。どうも、僕はボブでーす。君はボブっていうんだね。あ、この裏の絵が、絵のとこまでは、あ、いけた。テミーの深い歴史。全然語ってくれないね、テミーの歴史。はい。こんにちは、テミー店来てね。テミー店。だ、テミー店来てね。あばばばば、人間めっちゃキャワワ。テミー卵見てる。卵ひな出てくるの。テミー立派なお母さん。肩揺れだ。あ、マッシュルームダンス。マッシュルームダンス一体どんな意味？あ、攻撃してくる。もしかそれはお前が罪深き人生を歩んできた証。あ、怖い。人間テミアレルギーなのね。でも大丈夫、もう満タイ。テミもテミアレルギーだ。あ、赤くなってきた。怖いね。ジンマシン。誰かに見られてる気がする。めっちゃね、見てるよね。テミーの像、めっちゃ有名。ヤバオ。はい、じゃあちょっと記録しときましょうね。不思議な何かを感じる決意みなぎた。はい。じゃあここね、行きますね。どうもね、ここテミ店よく来たな。ちょっと片言の日本語喋る人みたいな。で、ちょっとね、話しかけましょう。どうもね、テミだ。どうもね、テミだ。あなた誰？ほい、テミだ。テミの歴史。テミたちの歴史、奥が深い。このショップについて。そうです、テミ店、いい店。テミフレックス、回復2ポイント、テミのご飯。ああ、お買い得。ちょっとお買い得のやつ買っとこうかな。ハウ、持ち物いっぱい。しまったな。テミフレックス、高い。テミ、学費。テミ、D 学行きたい。悟空みたいな。D 丈夫だ、みたいな。テミフレックス、セールね。一人一個買ったから。売れるかな？あ、売れる。ナイスクリーム安いな、売りね。買いね、結構高かったと思うのに、ぼったくりか、ナイスクリームの、あいつ。1ゴールドで買って2ゴールドで売れたら結構テミフレックスでめっちゃ大金持ちになれるんじゃない？頑張ったら。まあ。ここテミ店、よく来たな。はい、出る。ちょっとアイテムがね、やっぱ圧迫してるね。じゃあもう襲われることは覚悟して、バンダナも、ナイフどうしような。ナイフはね、もっと着たいんですよね。まあアイテムいっぱいあるから、まあ、今度テミが出たらね、ちょっとテミフレックスでね、手なずけて進みましょう。はい、じゃあもうちょっと時間があるんでね、ちょっと進みますね。今はね、隠しのテミの村に着いたということで、他にもね、ああいう道があるんじゃないかと思いますので、この上とかね。あ、ないか。いける？いけない？どっかに道があるんじゃない？あ、最初のところから行けるのかな？もしかしたら。この辺？あ、繋がってる。何？テミーの村を見つけたら繋がる感じだった？ウォッシュアとアーロンが現れた。まあ、ポンポンポン。はい。うわぁ、一発じゃないのか。ウォッシュアとアーロンの組み合わせ多いね。まあ、アーロンって言ったらね、
まあ、某有名ゲームにね、学歴、趣味、特技、某有名ゲームのキャラクターですもんね、アーロンさんって言ったら。アーロンは自分の筋肉をうっとり眺めている。まあ私はね、そのゲーム水着がなくても平気さ、まあはやったことはねないんですけどね。うん、うわぁ、アーロンの汗が弾丸のように飛び散る。弾丸だった。いや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 、怖いよ弾丸は。よし、53だ。104、おラブが上がった。だいぶ強くなったね。はい、じゃあね、ファイナルファンタジーのクリスタルみたいなところを抜けていくと、お、なにこれ、ドリンク？なに？魔法の光もろうそくも持たないモンスターたちはホームへの道をクリスタルで照らした。ほんまにクリスタルやった。クリスタルで照らした。じゃあクリスタルが光ってる間はホームへの道が見えると。なるほどね。消えちゃうと道が見えなくなるから、どん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 明かりを灯していきましょうと。あー、ここ左気になるけど、どうだろう、何もないか。あー、光が消えていく、光が消えていく、光が消えていく。うわ、つらい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 、これはつらい。道がわからない、道がわからない。うわ、これはつらいな。うわー、デカ髪とウォッシュが現れた。逃げる。あー、これはちょっとつらいな。やばいやばいやばい、全然道が分からん。ない、ライト、ない、ライト。あ、でもいけた、もしかして。あー、いけたね。よし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 。怖いね、こういうところでね、アンダインが待ち伏せしてんじゃないの。怖いよ。あ、後ろだ。あー、やっぱりやっぱりか。大丈夫これ、戦闘時間7つ、7つの人間の魂、それさえ手に入れば我らが王は、アズゴア、アズゴア出た、アズゴアドリーマー王は神となる。それさえ手に入ればアズゴア王はついにバリアを破ることができる。人間どもの手から治療の世界を奪還し、我らが味わった苦しみをお前たちにそっくりそのまま返してやるのだ。よいか人間、これは貴様にとって最初で最後の償いのチャンス。でもね、僕悪いことしてないよ何も。己の魂を差し出せ、さもなくば私がこの手で貴様の体から引きずり出してやる。いや、嫌です、嫌です。うわ、助けて。あー、来た。あ、アンダイ、俺も一緒。こいつ裏切りか。すげえ、アンダイに会えたじゃん、やったな。しかも戦うところこんな近くで見られるぜ。いや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 、あれ、アンダイン誰と戦うの。わ、わ、ちょっとこのこと父ちゃんの母ちゃんには言いつけないよね。はい、怖いね、怖いよ。アンダインさん、あ、道ができてる。これアンダインが通った道。通りすがりの会話が聞こえる。私の願い事を教えてあげてもいいけど、笑わないって約束する。あ、彼女か。通りすがりの会話が聞こえる。笑うわけないでしょ。私たちが閉じ込められているこの山のように、いつか、この山の頂上にいつか登ってみたい。うん、空の下に立ってどこまでも続く世界をこの目で見てみたい。それが願いよ。笑い声が聞こえる。ちょっと笑わないって約束したじゃない。通りすがりの会話が聞こえる。ごめんごめん、だって私の願い事と同じだったからつい。だが地底の世界にはこんな予言も伝わる。地上を見し者、すなわち天使は舞い戻る。天使が戻るとき地底の世界は無人となるだろう。なんか綺麗な、何、ホタルが飛んでる。源氏ボタル、平家ボタル。わわわ、これは何、またアンダイン来るかな。おい待てよ。あ、来た恐竜。
お前捕まってたやろさっき。どっちの味方やねん。何？俺こんなとこにいんのがバレたら怒られちゃうんだけど、ちょっとお前に聞きたいことがあって。うん、何？やべ、こんなこと誰かに聞くの初めてだ。お前ってさ、人間なんだろ？へへ、やっぱな、絶対そうだと思った。ってかまあ、絶対は言い過ぎか。実はさ、あんだいに言われたんだ。あの人間とは関わるなって。ってことはつまり、俺たち敵同士ってことになるっぽい。でもさ、なんか俺苦手なんだよね、そういうの。は、ははは。いるよね、こういうの、漫画にこういうキャラクター。だからさ、お前ちょっと意地悪なこと言ってくんない？嫌いになれるようにさ。な？やだよ。言わないよ。なんだよ、じゃあ俺から言えって。しょうがねえな。お前なんか大嫌い。ああ、何やってんだろ俺。帰るわ。うん。帰った方がいいよ。うん。ああ、危ない危ない。わあ、助けて助けて、足が滑った。わあ、アンダインくん。おいおい、見てたの？ちゃんと仕事するかどうか。君を助けるよ。君を助けてからだ。うん、逃げろ逃げろ逃げるぞ。そっち行くなそっち行くな。おい、俺のと友達には指一本振りさせねえぞ。俺が言ってた。いやいや、ダメだって。逃げよう逃げよう。明らかにそいつは強いって。逃げちゃった。行っちゃったよ。お前のおかげで助かったよ。敵同士ってのも面白いかなって思ったけどさ、やっぱ俺たち友達やめられないっぽいな。やっべ、マジでもう帰んないと。父ちゃん母ちゃん心配する。んじゃ、またな。よかったね、助かって。で、戻るとね、またアンダイン君も来るかもしんないんで、うん、早くね、セーブポイント欲しいね。またなんか先に進んじゃう系？うわ、でっかい穴が開いてるね。うわ、穴じゃないよ。7つの人間の魂、それが手に入ればアズゴアオは神となる。6つ、我らがこれまでに集めた魂は6つも集めたの？6 人犠牲になったのかよ。そう、貴様ね、7つ目だ。貴様の魂が手に入れば全てが変わる。だがその前に、ここまでたどり着いた者には必ず我々モンスターの悲劇について語り聞かせるのがしきたりだ。その発端は遠い昔、うん？と思ったが、えい、めんどくさい、時間の無駄だ。どうせ貴様は死ぬのだ。ぬわおい、聞かせろよその歴史っての。おい貴様、あ、これ何？あんたへの仮面の下？貴様がいる限り我々には夢も希望もない。ある国に借りた歴史書に描かれる人間は優しい方だが、貴様は冷酷な悪党以下の何者でもない。この世界をうろつき目に入った者は見境なく殺す生徒ボーイだと笑わせるな。貴様は決してやむにやまれず殺したわけではない。たやすく殺せるから、それだけの理由で戯れに罪なき者を殺したのだ。あ、これもしかして俺そんなに戦闘しなかったらアンダインさん許してくれてたのかな？それを知った時の私の心の痛み、貴様にわかるか？スノフルの町の犬の兵士たちは命を奪われた。大切な仲間を殺された、この気持ち貴様にわかるか？いや、だってさ、こっちが最初に絡んできたでしょ。そりゃダメだよ。だが貴様の悪事もここまでだ。これ以上は誰も殺させない。正義の勇者が全て阻止してやる。貴様の手にかかり苦しみ死んでいった者たち、貴様に打ち砕れ塵となった夢と希望、この槍で私が敵を討ってやる。ぬわー、モンスターの決意の強さ、今思い知らせてやるぞ。さあ前へ進んでろ、貴様は終わりだ。都合よくセーブポイントできたね。はい、じゃあ黒い風が泣いている、決意がみなぎった、これちょっと決意みなぎるね。はい、じゃあね、ちょっといいとこなんですけど、ちょっとね、また大人の事情でね、今回はね、ここで収録を終わりたいと思います。次回はね、多分アンダイさんとね戦うことになると思うんですけど、まあ悪行の限りを尽くしてしまったテリオン君に対してものすごく敵意を抱いているアンダイさんでございます。わー、なんか
そんなつもりはなかったんだって。それでね、君たちの歴史を知ってればそんなことはしなかった。ごめんなさい。けどまあしょうがない。6人の魂をねもう奪われてんだったらね、7つ目には私はなりません。ここであなたを倒して必ずや地上に戻りたいと思います。はい、ではここで今回の収録終了したいと思います。はい、ではまたね。バイバーイ。